はい、どうもご視聴ありがとうございます。矢端に報ボリューム2ということで、先日矢端園公式ツイッターの方にこちらの矢端に報が投稿されました。年明けにボリューム1が投稿されて約半年ぐらい経過してからのボリューム2で、今後もどんどん出てくると思うとワクワクしますね。じゃあまずちょっとこの内容について、一つずつ見ていって、考察できるところは考察していきたいと思います。で、今回の矢端に報についてはボリューム1に比べても訳が分かんないような内容も記載されてたりして、考察が難しい内容となってきています。それでは行きましょう。まず一番上の記事ですね。田中追憶編をプレイしていただいた皆様へありがとうございます。そして初代矢端園のサイド B を計画中ですということで、おそらく次回作は初代矢端園サイド B ということになるんでしょう。サイド B ってなんだっていう感じですよね。まあ、なんか思うところとしては、矢端園の別の角度から見た初代矢端園、例えばおみおちゃんの目線から見たものであったり、本当はもう一つ隠された真実があって、その真実が明らかになるような矢端園、もしくは全くの平行世界、おみおから7人の矢端娘が逃げ出すのがサイド A だとすると、全く別の結末を迎えるサイド B があるのかもしれないですね。まあ、サイド B についてはここぐらいの情報ですね。今後も間違いなく更新されていく内容だと思うので、最新の情報を心待ちにしていきましょう。続いて、最後の霊場生き写し。96歳で死去した田中財閥最後の当主田中エルナ氏と非常に似た人物が目撃され、さまざまな憶測が飛び交っている。関係筋によると、目撃された人物は若年のエルナ氏とうり二つであったという。エルナ氏は生涯未婚であったが隠し子がいたのではと噂が囁かれているという内容ですね。これ今の矢端園さんのクリア直後の田中ちゃんが食べるためにクマを取ってきた写真ですよね。これが目撃されてしまって、様々な憶測が飛び交っていると。96歳で死去したということで、田中追憶編で見たはずの、田中ちゃん、あれはまあ10歳代ぐらいですかね、で死亡したはずなんですけど、その80年後ぐらいまで田中エルナに似た人物、田中エルナが生きていたということが明らかになりました。確かに我々プレイした田中追憶編では、水木の手によって田中エルナはなんとか生き延びることができました。しかし滅矢端園で依代となっている田中ちゃんも存在しており、結局田中追憶編で田中は生きたのか生き残ったのか、それとも死んでしまったのかっていうのが明らかになっていません。考えられる可能性としては、生きたまま依代を作る方法が何らか存在しており、田中エルナは依代を作って、田中エルナは依代に自分の魂を移し、自分自身は普通に生存、まあ、生涯未婚のまま生存、そして依代となった田中エルナは滅矢端園によって強い思いによって復活した。それゆえに田中エルナという人物が2人存在してしまったという可能性が考えられますね。その他にはオールドレディによって田中家は乗っ取られているので、オールドレディ何らかの秘術によって田中エルナの見た目を手に入れた、見た目を乗っ取ったという可能性も、まあ一つ可能性としてはあるかなと思います。オールドレディの墓は空っぽだったので。ただその場合、グランドレディとの関係性がよく分かんなくなってくるので、ちょっと可能性は低いですかね。確かにエリン・モンゴメリーも自分と自分の見た目のよりしろ同時に存在している瞬間があったので、田中エルナも自分と自分のよりしろが同時に存在していてもおかしくはないかなと思います。まあ現代ではすでに死亡しているので、ドッペルゲンガー的に出会うことはないでしょう。続いて、2代目刀匠の刀オークションに。柏木刀剣の万能バサミカンタービレ、そのオリジナルと言われる幻の一振りがオークションに出品された。石腕の2代目によるこの作品は、自らの腕を切断したある貴族への怨念に満ちているという記載となっています。このカンタービレ、頭の部分だけが展示されているので、おそらく滅矢端園に出てきたあのカンタービレなんじゃないでしょうか。あれ幻の一振りだったんですね。もっと大事にしておけばよかったな。そしてこれを作ったのは石腕の2代目。石腕ということで、田中追憶編に出てきたあの柏木さんが、まあ、2代目だということでしょう。つまり初代が別にいるっていうことですね。てっきり今現代にいる柏木さんが2代目で、田中追憶編にいる柏木さんが初代になってくるのかなと思っていたので、ちょっとここは意外ですね。わざわざ2代目っていうことを表記するっていうことは、今後初代が出てくるっていうことですかね。もっと昔話を見ることができるかもしれません。そしてある貴族への怨念、これは理想的な貴婦人が相手だという可能性が高いんじゃないかなと思います。
よく田中通訳編であの二人協力してくれたな。魔女の館で何が？とある邸宅敷地内に無断で侵入し、花火や肝試し等の騒ぎを行っていた若者ら5名が同時刻に突然死した。強いショックが要因の心停止と診断されている。こちら全くわけわからない内容ですね。ヤバタニエン、初代ヤバタニエンのサイド B に関係してくるんでしょうか。ただこちらに映ってる、薄く映っているイラストを見るとなんとなくメツヤバタニエンの光エンドで出てきたあのシーンに見えなくもないです。となるとこのとある邸宅、魔女の館、グレースケなんでしょうか。グレースケで花火や肝試し、なんとなく聞き覚えがありますね。それらを行っていた若者ら5名が同時刻に突然死した。強いショックが要因の心停止ということで、おそらく外傷がないにもかかわらず死亡していた。こういう物語だとよくあるのが、精神世界で脱出ゲームに参加させられて脱出に失敗してしまった5人が同時刻に強いショックによって心停止してしまったとかですかね。ヤバタニエンサイド B で脱出に失敗するのは5人ということなんでしょうか。夏の風物詩、かき氷に異物混入。モンゴメリー邸正門前で違法営業していた露店のかき氷から人間の皮膚片が検出された。皮脂の成分から測定部のものと見られている。購入したレディー氏は小豆の皮かと思ったと動揺を隠せない様子だったということで、容疑者の写真も出ていますね。こちらの事件については解決しているようなので安心安全という感じですが、まあ、ケイ・クニエダはかわいそうにお屋敷どころか牢獄行きですかね。足の皮膚片についてはおそらくシーソンの皮膚片でしょう。異物が入ってるのは嫌ですけど、まあ、どこ何なのか分かってるんだったらちょっとは気が楽ですね。ただこのニュース一つだけ違和感がありまして、モンゴメリー邸正門前って明記されてるんですよ。この記載を踏まえた上で1個前の記事を見てみると、とある邸宅敷地内で無断で侵入し、さっきこのとある邸宅がグレースケなんじゃないかって言ったんですけど、その場合どっちもモンゴメリー邸なんですよね。それにもかかわらず上と下で全く記載方法が違うというのは何なんでしょう。ヤバタニエンサイド B は結局グレースケとは全く関係ないちょっと似た場所とかで行われてるんですかね。製品回収のお知らせ。高出力バッテリー L 型初期モデルの構造上の欠陥が見つかった。直ちに使用をやめたまえ。大西電池からの案内となっています。まあでもあれ80年前ぐらいのバッテリーだから使ってる人はいないんじゃないかな。わかんないけど、濡れた手でバッテリーを触ると死にます。気をつけよう。そして横の記事、図形クラブ4メン、こちらはヤバタニエン田中通訳編で出てきた田中のお兄ちゃんが持っていたマッチでしょう。男性用のクラブということが分かりましたね。それにしても図形クラブってなんか不思議なネーミングですね。なんか意味があるのかな。そして最後に時間計測。まあ、ここに出てくる記事は何らか次回作に関わってくるでしょう。大西電池も出てきたし、柏木刀剣も出てきました。つまり時間を計測する。これまではステップ数だけで管理されてきたヤバタニエン、ゆっくりじっくり考える暇はあったんですが、もしかしたらその考える暇すら与えられない厳しいゲームになってくるのかもしれないですね。ということで今回ヤバタニ法の内容について簡単に考察していきました。やっぱりこの左上の記事が一番気になりますね。5名っていう数字もこの世までヤバタニエンじゃなかなか出てこないくくりだったので、何なんでしょうね。本当に気になる。今年の夏もドロドロ溶けますようにということで、ご視聴ありがとうございました。